力の試練ジョイ、おはようございます。いや、今回もゼルダ実況やっていくんですけど、早速ちょっとね、めんどくさそうな祠が、あー、なるほど、こういう系ね。待って、おお、動く動く、ちょちょちょ待ってください。でもそれ単調すぎじゃない、あなた攻撃が。あれ、これビタロックで止められるか。あ、ちょっと死んじゃう。何それ何それ、ちょ待って待って待って、なんだそれ。待って、これはちょっととっておきの武器を使うしかないな。とっておき使いつものやつだけど、ガーディアンと盾は別にこれでいいか。ちょ待って、あっ、なっ、おお、え、バカだお前、なんて間抜けな野郎だよ。な、何それ、待て、レーザービーム来そう。あー、何それ、え、何これ、なんすかこれ、おお、な、何これ、なんか今のうちに攻撃できるとか、ほら、あれ聞いてる、いや全然聞いてなさそう。はい、これまたくるくる攻撃じゃない、違った、あ、あ、これね、はい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 、飛んできますよ。あーん、うん、あー、あ、なんかさっきからそのくるくる攻撃ばっかだな。え、これ大丈夫大丈夫、これ柱信用していいですか、柱信用して大丈夫、あ、あー、あー、ちょ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 待って待って待って、あ、終わったかもしれない。あ、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 よし、今がチャンス。今のうちだ。よーし。え、ガーディアンガード？ビーム攻撃ならばガードするだけで反射できる。え、めっちゃ強いじゃん。最高かよ。まあ、慣れれば割と簡単そうだな。どれ捨てよう？ここ立てていいか。俺はガーディンさん、ガーディアン専用に取っとこう。いや、でも、ジョイだから割と簡単だったけど、これ結構、難易度高くなってくると難しそうだな。お、あ、強っ！なんこれ？威力が、威力が段違いなんですけど。12とか14とかなのに、今26とかじゃなかった？桁違いの威力を持ってらっしゃる。なんすかこれ、強すぎる。いやー、太っ腹ですね、おじいちゃま。パリーン。よし、というわけで、改めてこんにちは。ですね、前回はどこまでやったっけな。あ、そうだ、お魚さんみたいなシド王子っていうお魚の王子が助けて、え、あれかな、シド王子、いや、シド王子じゃねえあれトカゲや。そう、シド王子がね、助けて、そう、助けてくれやって言ってたから、そう、そのためにね、ゾーラの里だっけのところに行こうとしてるんですけど、これ何これ、この岩、特に意味はない、危ない、ちょっと、さよなら。やばい、なんかここここか、なんかいっぱいいる、なんかいろんなやつが、ああ、うわよく一発も当たんねえなこれ。はい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 、もうちょっとここで一旦休憩取ろう。よしよし、もうおめえの雑魚石ごときじゃ。忍びだけありがとうございます、ありがたく、いたいた、え、ええ、ちょっと指導お前俺一人でさ、こんなに川の中からですまないおめえ背中に乗せて運ばせろや。強引に誘ったので君が本当に来てくれるのか心配だったが、順調よ、順調のようで安心したぞ。順調のように見えるか、あれが。あ、ここにも魔物が増えている、注意して進んでくれよ。おめえ川でずりーな、俺アイスメーカー使っても結局ちょっと泳がなきゃいけないからさ、ダメなんだよ。おい岩飛んできてるって。よし、岩は終わったか。よしよしよし、
いやもうあの野郎、自分だけ楽しやがって。せめて川の中から魔物倒すとかさ、そういう協力的な姿勢は見せてくれてもいいんじゃないですかね。うわおい誰や、岩落としたやつ誰や、出てきや。あーお前らか。ソーラの里言うてまだ遠いな、どんだけ歩かせんだよ。うん、めっちゃ遠い。いや恐ろしいわこれ。え、あトゲで通れてなかったのね。完全にガムシ。わあまたか。やめろやめろ、その電気のやつ使うのやめろ。ああ、なんかすげえ飛んできてるって。やばいやばいやばい、ここどうなってんの。あれか、電気の薬もらったの、こういうあれがあるからか。ちょっと待って、一旦セーブ取って、もうね駆け抜けましょう。はい、さようなら。あやばい、終わるんだ。ああもう死にかけです。なるほどな。いやーもうシドからもらったあの電気薬、これもう飲むしかねえよ。これでいいや、ゴーゴー効果がある。ああちょやばいって、強すぎるってこれ。やばいやばいやばい、これ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 やばいって。これもう駆け抜けていくよりさ、倒した方が絶対いいって。アホかこれ。やべえ、これ蜂にも追われてるし、どうなってんだよこれ。よいしょ、あっ、あっ、なんすかお前、ほら、よし、いったー。何あいつ、死に際に、なんてことしてくれる。もう体力が、もう、強いやつらだわ。よし、お前に天地を下してやるぜ。おらあ、俺死んだ。あれのおかげで、なんだっけ、妖精のおかげで復活したけど。どうなんだろう、ロット微妙なのかな、結局よく分かんなかったな。あ、なにこれ、強そう。持つものいっぱいだ。どうしよう。なんか、悩むな。すごい悩む。いらんか、最後に使おう、ここで。あ、壊れた、ちょうどよかったね。これで寿命を迎えたというわけだ。よし、ロットそんなだったな。もしかしたらワンチャン使えるのかもしんないけど。兵士の両手剣、リザルブーメラン、これはなんかいっぱいあるな。鍋の蓋もいらないしさ。リザルシールド、リザルシールドでええか。いやまだ言うてあるな。結構遠いな。いやルート大橋高っ、その間にこんな高いところに来たのか。てかあの魚王子はさ、こんな橋とかどうやって渡ってんだろう。ずっと川続きなのかな。え、おいリンク、下だこっちだ。おめえさ、運んだりしてくれや。かなり遠いな。でも必ずこの橋を通ると思って待っていた。待ってたのかい。俺も先に行って待ってるかな。里で会おう。とリンク、背後から魔物が迫ってるぞ、ふざけんな。え、うわー強そう。え、ちょっとそんないきなり、ちょ待ってください。あーん、うわ、ひるみが弱い。あやばい、あ危ね、危ない危ない、あ怖っ、うら、あ絡まねろー、絡まねろー。よーし、また武器増えちゃったよ。
森ビン、あ、弱っ武器弱すぎじゃん。もうこれ積極的に使っていくわ。何これ攻撃力9って、こんなちょっと壊せないしバット使えねえ、つくづく役に立たねえぜ。もうあとちょっとだぞ。もう口調がね、シド王子と被ってんだけど、わっ、モリブリンがいる。あいつは構わなくていいか。武器もなんか大して強くなさそうだし。やったー、やっとですよ、やっと。もう疲れましたよ、道のりが長くて長くて。はい、いやーよかった。すごいね、こんなこんな周り滝に覆われててみんな登ってくんでしょ、鮭みたいに。すげえな、完全にあれじゃん、もう登れない、なんか尻尾の筋肉弱いやつ淘汰されんじゃん。わあ、お魚だらけだ。どうしよう、ワンピースの魚人みたいにお魚って言ったら怒られるかな。おお、来た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 、おお来たよ。待っていたぞリンク、歯がピッカピカだね。ホワイトニングでもしてんのかな。さあキングに紹介しよう。キング、そうだよな、お前プリンスだもんな。いや俺の格好見てくださいよ、もうこの筋肉美、うんじゃねえよんではないが、ふんふん。あれ、レトーガン、お前さっきいたやつだよな。あ、あなた様は、そうだよね、いたよね。お越しください、ありがとうございます。私のことはさておき、ドレファン王、なんかドレファン王ってあれだな、さっきなんか石碑みたいなやつで聞いたな。んこの壁画は、ゾーラシ外伝、ドレファン王の門前払い。全然興味ねえ。とりあえずここだけ登録しとくか。おお、なんか生えてる生えてる、何これ、ハス、頑張りガニ頑張りガニ、頑張りガニだよ。え、どこ王様、あ、女性いらっしゃい、やあこんにちは、マルートマートへようこそ。お店かな、手前はよろずや、コーラルリーフ、ハンマーヘッドハンマーヘッド、え、マルート、マルートマートってなんすか、うん、かわいいかわいいな、2つ合わせた名前だよマルートマート、マルートマート、マルートマートで、ほほいのほーいかわいい、テーマソングかわいいでしょ、かわいい、あなたもかわいい。他にマルート、いや、あとまた来ますね、またね、かわいいなあ、あいつ。てか王様どこだよ王様どこにいんねん、広くて迷子になっちゃうよ。こっちにいるかちょっとなんかさ、歩きにくくない、ここの地形、地形というかさ、この建築なんか歩きづらいよな。で、どうした、あ、それエリキロットじゃん、あ、電気の矢か、あー誰ぞら電気の矢を奪うのは、いや奪ってないよ、なんか痛そうにしてたからさ。お主まさかリンク知ってんのか、リファー様が敵、何の話やね。ここであったが100年目ぞら、このセゴンが自ら、いやいやいや、散らばっくれるか英傑リンクこの裸を見て英傑と見れるのか、あれから100年、ああ、ミファー様置いた足や、こんもちろんぞら、お主は電気の矢を奪い取ったぞら。電気の矢を取っただけでなんかこう責任を押し付けられるの意味わかんねえな。返すよ別に、電気でいらねえから。あ、ここか、でけえでかい、魚人島にいたポセイドンと一緒じゃん、ワンピースの。いや、なんか気持ち悪いのもいるめっちゃビリビリしてる背中、でかー。そうなったが、シドンを連れてきたハイリア人、そうです、よくぞここまで来てくれた。わしはゾーラ族の王ドレファンであるぞよ。ん、そうなったの腰のものシーカーストーンですね、それとエレキロット、
よく見たらそうなった。アイリア人の英傑リンクではないか。そうだよ、ジョーラのリンク。わしを覚えておらんだかの。アイリア人の英傑リンクがあの英傑そのまま人の人。そうだよ、私ですよ。いやー、驚くべき出来事ですよ。ジョーラだけどね。これいくつもあったであろう。いや、知らないっすね。命運尽きたと聞いていたが、嘘でしょ、記憶ないんすよ。なんと圧がすごい。我が娘ミファのことを覚えておるぞよ。知らないっすね。誰ですか。まさかミファのことも忘れてしまったと。あんなにそなたと仲の良かったミファを覚えてらんのぞ。もうクソ野郎じゃねえかよ。この里の風景、ミファの像を見ても何も思い出さない。いや、それ見てもわからんだろ。何かのきっかけで思い出すこともあるかもしれんぞよ。できればここで姉上のことは。あ、何、お前弟なの。お、そうよな。それにしても知らずに英傑を連れてくるとは。本当だよな。シド、お前もやるぞよ。ジャブまんまワンピースの笑い声みたいな感じだな。実は今里は水の真珠バルッタのせいで存亡の危機。そんな存亡の危機な感じしないけどね。わしらだけではどうにもならんぞよ。そなたの力を貸してはくれまいか。7 なんかめんどくさそうなジジイみたいなやついるな。お待ちくだされドレファン王。歯茎がもうアイリア人助けを求めるなど、ゾーラのヒレが折れるというもの。そういうことわざがあるんですね。ゾーラのヒレ折れなどと大げさなことを。いや、もうこれは大変ですね。じゃあ俺も帰りますよ。この大雨の中頼れるのはアイリア人しかいない。そうなの？自分たちでなんとかできんじゃないの？今この里が、アイリア全土が水に飲まれるかもしれない。それやばくない？なんかポケモンの海洋かも。なんかそんな能力あったな。アイリア人など信用できませんね。じゃあ帰るわ。100年前古代文明の力などを持ち出してハイラルをこんなにしてしまった。いや、知らねえけどさ、それ俺。いや別に不服なら帰りますよ。しかもミハー様で帰らぬ人、あ、死んでんのかい。お亡くなりになってると。リンク、ルッター水の真珠、無限に水を生み出す力を持っておるぞよ。まあ、ある意味すごい能力だけどね。もともと我らゾーラにとっては水は空気も同然。東にある貯水湖が溢れそうなのだ。そりゃ偉いこったわ。この里はもちろん川下の、あー、なるほどね。ダム、これバールッター、また真珠が吠えておるぞよ。バルッタが吠えてますね。別にね、文句あるならバリバリ帰りますけど。あ、ない、こいつがもうずっと出し続けてるってことか。ゾウみたいな感じなのかな。パオーンみたいな感じ言ってたけど、すっげえ水出してる。飲み水製造機やね。ゼルダ殿は薬剤が現れる前、真珠についてよく研究されていた。へえ、ルッタの肩に見える装置、あれが電気によって水を制御するからくりらしいぞよ。だが今は暴走して電気が流れておらんぞよ。俺が流せというのか。電気の矢を当てた時は確かに水は弱まった。絶対それ俺やんなきゃいけないやつじゃん。電気の矢を使うには、あー、さっきのジジイもしかして。だからそれだろうと。にっこりだね。ハイリア人探しに出たというわけだぞ。もう言わなくてもわかると思うが、リンク、やれと言うでしょ。電気の矢でカラクリを起動してくれ、うん、めんどくせえ。実は何、お主ゼルダの導きで真珠の中に入り沈めようと思っていたのか。奇遇なことにね。ゼルダ殿は生きておられるのかつ。いや別に生きてはないかもしんないんすけど。なんとなんと、そうであったか。いやー、そうらしいんですよ。でも
電気の矢俺1本しかないよ。インクにもそんな目的があったのだな。いやそうなんですよよし俺も協力するとこいつなんかいいやつなのかうさんくさいのかよくわかんねえな。一緒にルッターを沈めよう。まあ理解は一致してるからな、別にいいけど。あれは目的はほぼ同じとは、これもう運命なのかもしれんな。そうだな、そのあたりこれを受け取ってほしいぞよ。え、ゾーラの鎧、泳ぎスピードアップ、なんと滝をの、え、滝登れんの、マジ。しかもよりによって服かよ。ゾーラの鎧を渡すのですか。いや別にゾーラの鎧じゃなくてあのパンツが良かったな。ミファー様が自らの手、あ、手作り、ありがてえ。それを AK さんだったとは、いやーあんまりです。じゃあ返すけどいらねえよ、俺ジョーラーでいいわ。じゃあ、いや堅苦しいじいちゃんですわ。ミファーを失った時ハイリア人嫌いがしょうがないよねそれは。俺に当たられるのはちょっと困るけど、電気の矢をムズリーに探しておくよう命じたか。出て行ってしまったぞよ。え、自分で行くとか言うなよお前。電気の矢がないと結局どうしようもないからね。一本しかないから、あの話するつもりぞよな。ちょっとそっちで話盛り上がらないでください。ムズリーは下の広場、え、俺も行くのかい。説得にはそなたが必要ぞよ。マジっすか。ちょっと一応、じゃあしょうがないからね、上着着てあげるか。わわ色全然合ってね。まあ、ちょっと必要になる時まで。なんかいろいろ書いてあんな。代々ゾーラ族の王女があんたらかんたら、まあ、思いを込めて作るらしいですね。え、でもさ、ぴったりのサイズって書いてあるからさ、これ俺のために作ったんじゃないの。違う、違うかな。え、シド王子、シド王子、人気者。あ、シド王子が連れてきたハイリア人ね。そうです、はじめまして。私、トーン。シド王子、親衛隊の一人。マジか。それで兵士なの。シド王子のことを考えると夜も眠れないの。そうなの？なぜ？あなたは？あ、ヒレがない人。あなた、ハイリア人？そうです。私、シド王子の隊長、ルトア。あなた、シド王子をご存知？知ってるよ。お、さすがシド王子、その名声はハイリアの刀で、いやあったからな。あ、シド王子、あったことを考えるので、いや大人気だな。それに引き換え里のおじいさま連中と来たら愚痴ってますね。いやでも俺あれだから、あのなんだっけ、なんたらマーケットの人に大人気だから。あ、なにここ風呂、クーププ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 プ、なんだなんだなんだ、ここの風呂は。そもそも風呂なのか。タニシ湧いてますけど、タニシ出てますけど、プー何してんだよ。いやお主はリンク、100年前ミファー様を道連れにした張本人。いやそんなことしてないんだけど。老人どもはお主を恨んでいやマジっすか。してリンク、私は今こうして神父を退職し、あ、悠々自適に送ってんのね。退職は毎日が退屈ぞら。なるほど。リンク、五章ぞら。旅先でいい縁談、縁談え、何お前。あ、縁談って何、何なんか最後の仕事って言ってたから、なんかあの教会の神父と同じようになんか、なんか結婚の結婚見届けるみたいな、そんな感じで。あいつどこ行った。あ、ごめんなさい。はーい、はーい、こんにちは。今ちょっと考え事をしていて。雷獣山のブツブツ、何雷獣山って。にしてもなんかみんなエッチな体してるな。いいな、最高の里じゃん。でどこ。あ、いたいたいた、おーい。あ、あいつ、あいつすげえノリノリじゃん、なんたらマーケットの人。よ、よ、こんな、お前に用はない。だけんな。お前に黙っていたことがある。本人を前にして言うのはなんだが、リンこそ、ミファー様、あ、そうだよね。だって服ぴったりだもん。まあ、今脱いでるけど。父上から何度も姉上がリンクのことを思っていたと。ああ、そうだよね。7
まあごめんなさいね、今服着てませんけど。そんな作り話を簡単に信じる無理ではございませんぞ。いや弟なんでしょこれ。ミハ様はこのようなハイリア人を思うわけがありございませんの。マジっすか。現にこやつは何も覚えてらんぞ。いやいや不可抗力ですからね。うるせえなこの背中に背負ってるビリビリ。あ、思い出す？なんか。でもなんか、像見てもなんかよくわかんねえけどな。記憶が。私の記憶が。めっちゃ仲良しじゃない？この神獣と。こうしてると。出会った頃のことを思い出すね。何このバルッタデート。あなたはまだ子供で無茶してすぐに怪我をして、その度私はこうしてあなたを治してた。万博構造的な感じ。ハイリア人のあなたは気がついたら私よりも大人になっちゃってたけど、私あなたの傷を治してあげられるの嬉しかった。告白やんそれ。すげえすげえ治癒能力だ。すげえ。復活するかもっていう薬剤ガノンはどんな相手なのか、どういう戦いになるのか、詳しいことはまだわからない。そうですね。でもどんなに過酷な戦いになったとしても、みんながあなたが傷ついてしまった時は私が治す。すげえ心強え。何度でもどんな怪我でも私はあなたを守りたいから。いや頼りになるわ。薬剤ガノンとの戦いが終わったら。あ、それ言わない方がいいよ。子供の頃みたいそれ言わない方がいいって。それあのフラグですからやめた方がいいです。ここへ遊びに来てくれる？あ、いや構わないんですけど、あのそれ間違いなくダメなパターンだよね。ちゃんと回収したわけだ。幻滅するだろうな今この姿見たら。どうしたリンク。大丈夫か。大丈夫ではないですね。生まれたての稚魚みたいにフラフラと。どうしたそら。ミハ思い出したよ。バルッタデートしてました。バカにするなハイリア人。そんな都合よく思い出したりするわけないそら。まあそう思うのが自然ですよな。確たる証拠がなければ断じて信じぬぞ。めんどくせえなこいつ。証拠があるなら、え、証明できれば電気の矢を集める方法。なんてめんどくさい。え、ないないない、証拠ってないよ。証拠下も脱ぐからダメ。ミハの思い人、思い人の証拠。あ、待って、あれじゃない、思い人の証拠。俺の今脱いじゃってるけど、俺の魂のこの服見ろ、この服を。これでしょ。ムズリリンクの着ている服をよく見てたぞ。このぴったりピッチピチのこのサイズ感ぴったりのこの服はどうだ。なななそれはさっきのゾロの鎧。ごめんね着てなくて。今やっと来たから。サイズがぴったりだぞら。そうだろう。これはどういうことずら。分かっただろう。俺のために作ってくれたんだぜ。さあ協力して約束だぞムズリー。まあでもサイズって M サイズなら大体合いそうだけどな。もう調べてあるんだろ電気の矢。皆さんこのもののために鎧を作っておったと。そうだろう、すげえんだぞ。アリア人の助けを借りるのは嫌だ。嫌ぞらが仕方ありませぬ。いや別に一度吐いた責任を持ちますぞら。そんな言葉はあるんですか。たんばりと手に入る場所を教えてあげましょう。あそこに見える雷獣山、その先端の試しの岬、
え、あの山行くの？嘘。わしらゾーラが食らえばひとたまりもない電気の矢を次々と放ってくる恐ろしい魔物。それは恐ろしいわ。でも電気の矢俺もひとたまりもないんだけど。獣人ライネルか。なんそれ。あいつは電気の矢を使う魔物。やつから電気の矢を奪うというわけだな。なるほど。インクならなんとかなるだろう。ならんわ。20本以上多くねえか。お前に集めることができるとら。いや無理だろ。何を言うんだムズリ。大丈夫に決まってる。いや大丈夫ではない。東の滝を登るのが近道だ。早速そのゾーラの鎧が役立つぞ。うわー着るしかないのか。ここないな。あとで行くよ。はっはっは。いやあの山登るの結構大変だぜ絶対に。よっしゃー。じゃあ、ちょっと待って待って。あ、ありがとう。あ、じゃなくてなんか変なやついるって。ゴロン族だっけこれ。ちょっと場違いすぎるだろ。ハイリア人だね。この辺では珍しいね。いやお前も珍しいだろ。大概珍しいよ。ヒレないしさ。指導陣にここまで誘導された頃、僕は電気の矢は触れるけど体重が重たいから君を背中に乗せるのは無理だぞ。いや指導王子乗せてくんなかったけど。あと何してんの。ここでなんすか。もうねすっげえ武器の攻防。何してんの。槍の修理。槍って氷のやつ最初やり。さっきからガチャガチャうるさい。早くいいねドラ。嫌われすぎでしょ。聞いただけじゃん。あこっちのやっぱ若いとあれだね。ゴーゴースフィレ若い人はやっぱあれだな。リン君に対して。あ儲かりまっか。ぼちぼちですね。定番すぎる。最近はいまいちですね。あマジっすか。いや今回は、まあ、ルートマートさんの歌を聞いて終わりましょう。マルートマート、マルートマート、マルートマートで、ほほいの、ほーい。テーマソング可愛いでしょ？可愛いね、すごすぎる。じゃあまた次回も見てください。またねー。